海外の反応。大谷翔平選手、弾丸ライナー36号ホームランに世界中が驚愕。打球音と弾道がやばい。今日の試合、大谷翔平選手はいきなりの第1打席に5試合ぶりとなる36号ホームランを放ちました。今回は大谷翔平選手超高速弾丸ライナーの36号ホームランに寄せられた海外の反応を中心に、大谷翔平選手の全打席の様子、最新の大谷翔平選手の成績をまとめて紹介します。大谷翔平選手の人気を知らしめることになったオールスターゲームが終わり、7月15日から始まった後半戦。例年後半戦は不調とされる中、特に今季ここ数試合は四球敬遠が増え波に乗りづらい中でも、後半戦成績はこのようになっており、好調を維持しています。エンゼルスは6月下旬から負けが続き、特にオールスター前は大谷翔平選手の打撃不調もあったことでプレーオフ進出は絶望、8月2日までに大谷のトレードは決まったといった声が大勢を占めていましたが、後半戦のヤンキースとの3連戦では実に14年ぶりの3連勝でスイープするなど、直近5試合で4勝1敗と良い流れになってきており、今季50勝49敗で 61% の試合を消化した段階でア・リーグ西地区5チーム中4位、プレーオフ進出のワイルドカード順位は県内3位とは4ゲーム差の圏外7位につけています。ワイルドカードを争っている6位マリナーズとはあと7試合残し4勝2敗としているため、7試合中3勝すれば勝ち越し、5位ヤンキースとは4勝2敗で勝ち越しが決定、4位のレッドソックスとは4勝3敗で勝ち越しが決定、3位のブルージェイズとはあと3試合残し1勝2敗としているため、そこで3勝すれば勝ち越し、勝率で並んだ場合は直接対決で勝ち越したチームが上位になるため、ブルージェイズを追い抜くことができればプレーオフ進出の可能性がかなり高まることになります。現実的に考えると、プレーオフ進出ラインと言われる90勝に到達するためには残り63試合で40勝23敗を達成する必要があり、プレーオフ進出は厳しい状況と言わざるを得ませんが、直近いい勝ち方で連勝していますし、大谷翔平選手ならと期待しています。プレーオフ進出に向けてまだまだ諦めてはいけません。今日パイレーツとの3連戦の最終戦に2番 DH で出場した大谷翔平選手、ここ最近では四球敬遠が増えリズムが悪くなり、昨日の試合では3三振で四球もなく出塁もできませんでしたが、5試合ぶり36号ホームランなるか。そしてエンゼルスは9年ぶりのプレーオフ進出に向けて大事な1勝を積み上げられるかが注目された。今季100試合目となる今日の試合、大谷翔平選手は3打数1安打1打点1四球1本塁打と待望の5試合ぶりとなる超高速の弾丸ライナーの36号ホームラン。エンゼルスは接戦を制し勝利、連敗を阻止しました。今季51勝49敗とし 61.7% の試合を消化した段階でア・リーグ西地区5チーム中3位、プレーオフ進出条件の地区優勝の3チームプラスワイルドカードのワイルドカード順位は県内3位とは4ゲーム差の圏外6位につけています。なおプレーオフ進出ラインといわれる90勝に到達するためには残り62試合で39勝23敗を達成する必要があります。プレーオフ進出、簡単な状況とは決して言えませんが、まだ諦めるような段階ではありません。直近いい勝ち方での勝利を積み重ねていますし、可能性は大いにあると思います。それではここから今日の大谷翔平選手36号ホームランに寄せられた海外の反応を紹介します。大谷さんカムバックなんてレーザービームだ、美しいスイング、美しい音、美しい HR、 俺これで夜ご飯いらないわ、最近ホームランないからなんか毎日が不安だったわ、寝る前に見れてよかった、でもまだ見たりない、毎日一度は見たいのよ、大谷のプレーを見られるなんて本当に最高、記録は破られるためにある、ジャッジの記録抜いてやろうぜ、おいモレノ、これをエンゼルスホームゲームで最後のホームランにするんじゃねえぞ、打球音と弾道がやばすぎる、ソロホームランなのがもったいないけど大事なのは結果、エンゼルスいい波来てるぜ、頑張れエンゼルス、大谷さんは怪我だけ気をつけてくれればチームにいてくれるだけでも十分です、俺パイレーツファンだけど大谷は大好きだから喜んじゃったよ、わかるその気持ち、大谷は全野球ファンが大好き、彼が活躍すればみんなが喜ぶという不思議な現象になってる、またカメラが大谷の弾道を見失ってる、なんて強烈なレーザービームなんだよ、あの打球音発砲事件かと思ってビクッとしちゃったわ、なぜホームランを打ったのに嬉しそうじゃないんだ、どこまで行けば大谷は満足するんだろうか、ここ数日自分があまり活躍できなかったことにムカついてたんじゃない、
WBC で優勝した時の顔が見たいね。ワールドシリーズでこの生きる伝説を表現する新しい言葉を作らないと、ユニコーンは何か足りない。なお大谷は四球数でもリーグ1位になりました。全部1位を取らないと済まないのか。みんな忘れてるかもしれないから一応言っておくと、彼は今季8勝してるエースピッチャーです。翔平は少なくとも数百年は史上最高の野球選手として語り継がれるね。俺まだ彼女すらいないけど、息子ができたら翔平と名付けようと思う。最近の大谷、フォアボールか三振かホームラン、なお打率は3割を超えている。恐ろしい。翔平がエンゼルスからいなくなったら私どうしよう。想像するだけで涙が出てくるんだけど。漫画でもこんな主人公いないだろ。私が試合を見に行くときはいつも翔平はホームラン打ってくれない。かなりアンラッキーだね。よくよく考えたら、今季 MVP 確実の大谷、首位打者の吉田、超一流ピッチャーダルビッシュ、そりゃ WBC で日本優勝するよな。さて今日7月24日試合終了時点の大谷翔平選手の成績は、100試合中リーグ10位タイの98試合に出場し、注目されるホームランは年間 58.3 本ペース、メジャー全体で2位に4本差、ア・リーグで言えば8本差をつけホームランキング独走。昨季のアーロン・ジャッジ選手は100試合で39本としていたので3本遅れているペース。投打全ての主要指標でチームナンバーワンと、全冠。データ更新が遅いので今日試合前時点ですが、 MVP 選考で最も重視されると言われる総合的な貢献度を表す指標を、ではメジャー両リーグで2位に 1.3 の大差をつけて1、ア・リーグでは2位に 2.3 の大差をつけて1。なお打者としてだけを見ても DH ということで守備のマイナス補正が入るにもかかわらずリーグ1、投手としてはリーグ24位。特に打者として大活躍を見せており、打率3割超え&ホームラン、三塁打数、塁打数、長打率、オプスがメジャー両リーグ行きという圧巻の成績を残し、ホームラン王だけでなく三冠王も目指せる異次元の活躍を見せています。ア・リーグ MVP を取った2021年と、さまざまなメジャー新記録を成し遂げた2022年と、現時点の2023シーズンの成績を比較してみるとこのようになり、今シーズン打者としてはこれらの年を凌駕する成績を残していることがわかります。 MVP、 ホームラン王、ア・リーグホームラン記録更新、三冠王、22年ぶり MLB の負の記録を断ち切る400塁打、楽しみに応援したいと思います。なお塁打とは安打、二塁打、三塁打、本塁打で打者が踏んだベースの数を合計した数字で、一般的にシーズン300塁打を超えるとその年を代表する強打者といえます。メジャーでシーズン400塁打は過去18人延べ29度達成されているものの、ステロイド時代の選手も目立ち、最後に達成されたのは2001年、バリー・ボンズ選手が73本塁打を放ったことで野球界が盛り上がった年に4人もの達成者がいました。しかしその年を最後に22年間達成されていません。また本塁打王と三塁打王に輝けば、実に45年ぶり4人目の快挙となります。さて大谷翔平選手、打者として過去最高の前半戦を終え、始まった後半戦、今日の試合では久しぶりにホームランが飛び出し、今日の試合終了時点での7月の打撃成績は、打率2割5分5厘、本塁打6、打点10、出塁率4割8厘、長打率6割7分3厘、オプス 1.081。 特に7月15日からの後半戦8試合では打率3割、本塁打4、打点5、敬遠4、四球8、出塁率5割、長打率8割、オプス 1.300 という成績を残しています。そしてエンゼルス、今日は接戦を制し勝利、連敗しなかったのは大きいです。プレーオフ進出に向けて一戦一戦が大事になっています。明日は試合はないので、明後日の試合楽しみにしましょう。見逃せません。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。